き足だってる時間帯だから明日、今日、明日から仕事だけの休みだっつって普通に土日休みの人にとっても金曜日ってウキウキするしな、うん、俺働きそうだけどな。じりじり YouTuber というか増えてますね、人よかったね。510人見てて、やっぱ TikTok とかなのかなって TikTok に帰ってから山関係の人がフォロー地味にしてくれるようになった。アイコンってやっぱ大事だね。地味のアイコンっていうか、それは地味の上のアイコンダメだった。中止や、あ、いやでもダメだ、2日うちに来るダメだわ、3日の日仕事だから。
なんかあった時に危ないわ。4日以降だな、今度狂犬病の注射やり行こうね。あと耳見てもらって。口詰まっちゃった。多分耳もちょっとやばいかも。またおばみ、どうしよう、仕方ない。ちょっとこの子多分アレルギー体質なんだろうな、花粉症。なんかあれだよね、花粉シーズンちょっと落ち着いてきたからかわかんないけど、くしゃみ落ち着いてきちゃうね、この子。うん、なんで分かったかな。全部捨てるね、土曜日燃えないゴミの話。ね、分かったった。サリの僕好きだよ。やったー、イエ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 イ。水一本持って帰るな。食べたいんですかワンから、こんな吠えてるんですか思うけどに、ぶつけ。明日は公園の人いっぱいそうなの。うん。ぶっちゃかしいのも大変ですよ。いや、そこまでいないと思う、あそこ。さすがにちょっと土曜日の高をやめようと思って。ゲットバス2。うわ、こんな高いの売れねえだろっていうのたまにあるよね。幼くなったらみんな30いってるのに、うん、俺みてえなの、うん、今火引いてるよ、火すけが、火すけ、なんかどこ開いてるかな。なんか結局スイカよりパソコの方がモバイルチャージの方が楽そうだなと思ったけど引いてるね、うん、どこにしましょうか。ここでいいか、ここにしようか、うん、奥の方空いてないね、なんだ、いいよ、ここで、あの赤い間でいい、間抜けそうか、入れちゃおうか、どこ、ここ、うん、まあまあ、隣だけ、そこめっちゃ広いのに、そこでもいいじゃん。あ、まあいいや、出やすい方がいいんだけど、犬いるからさ、うん、ライト消す。あと先にライト